写真家の原田穂高です。大ちゃんです。薪ストーブで焼き芋します。はい、これ濡れた紙で、はい、うん、芋を包んで、はい、でアルミホイルで巻いて、はい、掘り込むと、はい、ちょっと火も落ち着いてきたんで、はい、ちょっと入れてみますね。さあこれいけますかね。いけるかな。まあ、ちょっといきたい。恒例になってもだね。うん、これね、でも僕も多分分かると思います。これほう、これはね、これは分かります。え、この今回のお茶なんで今もうカメムシの匂いすごいけど、え、そうなのかな。ちょっとじゃあいただきますね。あ、これはバレたか。これはね、これピーチティーでしょ。正解やられた。いや、これは分かりますよ。これ多分リッチーも見破るんじゃないですかね。マジで。はい、これだとすごいピーチの匂いします。え、30分か40分ぐらいで焼き芋ってできるんですか。できるって書いてあった。1時間ぐらいほったらかしてますね。焦げてるんじゃない。あれ、なんかね、焦げた匂いします。いや、それは神やんか。あ、あ、でも、はい、蜜が出てるんちゃうの結構これ。さあこれはどうなんですかね。なんか焦げてますね。焦げてるな、この辺な。はい、もうあれですね。え、これもしかして失敗しました。じゃあ野外飯失敗っていう文字はないやんか。あ、まあまあ確かにその食べては見ますよ。食べては見ます。いや、それは絶対大丈夫。あのな、周りは確かに焦げてても、はい、大丈夫や。さあどうなるか。この割る瞬間、はい、すごいんちゃう。そう、一番の見せ所ですね。見せ所やろ。はい、いきますよ。匂いは、はい、匂いはいい匂いしてる、はい、あ、いや、これやったんちゃいます。これホクホクでしょこれホクホクちゃいます。これこんな素敵な絵ないで。これはちょっと黄金と言っても過言じゃないんちゃいます。ちょっと一口いただくよ。はいはい、ちょっと行ってみてください。うん熱いっすか。うん、甘い。熱い。うん、あのな、はい、うん、甘みがな、はい、ちょっと足りてるわ。焼き方によっても出るらしいけど、焼き方でも甘みが出てくる。いやでもすごい、割った瞬間すごかったですね。うん、もうめっちゃなんかキラキラ光ってたんじゃないですか。食べよう大ちゃん。はい、はい、ちょっとじゃあお芋をね、いただこう。いただいていきましょう、うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかね、なんとなくやった焼き芋でしたけど、やるな、突発的に。突発的に、はい、俺が思ったんは、はい、やっぱり、うんうん、薪ストーブ。あ、はい、超便利。確かにね、やっぱ薪ストーブやわ。喋ってる間にできましたね。味は、うんうんうん、時間計らへんかったし、はい、うん、ちょっと焦げも多かった。まあそうですね。でちょっと甘みも足りへんかったかな。はい、それはな、芋の種類によったら違うけど、あれ焼き加減じゃないと思うんですけどな、甘みは。そうやな。まあ、ただまずくもないし、はい、美味しかったやん。美味しかったですよ。美味しかったな。はい、まあ、秋やし、薪ストーブで。薪ストーブね、普通季節感満載で。しかも、はい、値段はあ、プライスです。お金、お金かってません。かかってませんね。な、はい、それや。はい、いや、なんか思いがけずね、急にやりましたけど、うん、楽しかったな。はい、うん、またちゃんぽんがお芋とできたらやりましょうか。じゃあやりましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。